おい。ええ。やんのかこら。あんたら何してんねん。姉ちゃん、俺らに何か言おうか。逆らったらどないなるか分かっとるやろな。はよ行き。待てや。なんや。なんかこう急に胸のあたりがカッカホテってきてな。それがどないしたんや。本当ええー、女やな。一晩俺らに付き合わんか。自分何言うてるか分かったんのか。当たり前やがな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。これ以上侮辱したらパクるで。うう怒った顔がたまらんな。俺は強い女はもっと好きやねん。ボディーガードだ。お楽しみはこいつ片付けてからや。Oh!
覚えとるや。忘れんな。くそ。どうしたんだ。いや、私たちなんか変だなと思ってね。ん？ねえ、今夜空いてる？ああ。ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？ごめん、待った？意外にビール売ってなくって。いや、街を見ていたところだ。はあ、おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか？運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょ。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。気分だ。もうちょっと飲むやろ。買ってくるわ。ん？悪い、気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言ってんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何も出てきえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。
な、あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことくらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけやな。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そりゃそうやけど、今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き子なんでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にもわからへん。私にしか。ああそうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ、帰るか。え、あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。え、じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うこと聞け。そう、わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ、ありがとう。
何やお前は。何すんねん。あんた、それを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと？それ、入れ墨の死体だろう。しかも、普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれは。ひょっとして筋もんか。まあ、近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。あ、師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。これはうちの一家に伝わる竜の死体でな、代々風振りを継承したもんにしか掘れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、死神の蝶と呼ばれる伝説の竜、交流や。ふぅ、
おう。おい。あん？いや。ちょっと。初めて見たとき、わしは衝撃を覚えた。この男は、わしの生涯最高の下地になる男やと。そして、代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど、筋彫りしようとしたとき、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。これはあのダブリさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちがゴーダ竜寺に掘ったことは間違いじゃない。キリュウさん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたちを掘り師には
掘った男の顛末を見届けることしかできない。アキナさん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風掘りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。キリュウさん、それじゃあな。キリュウさん、私もう逃げません。五代目風掘りを継ぎます。ありがとうございました。